チャレンジングなことをやってると思います。ただ私個人的にはね、ポーランドの伝統的な技術も大切にしながらステップバイステップでやっていくべきではないかと思いました。ですので私は水素の、開発に携わっていますが、水素はまだまだこれからのエネルギーだとは思いますけれども、このようなポーランドの政府、オーソリティ、そして民間企業の、つながりがある場合には、今後も、実行水素の普及などにも力強く進めていけるのではないかと思っております。ポーランド企業との協業の可能性については、水素、再エネ、例えばCCUS の分野を中心に、協業の可能性を感じましたし、今石炭はなくす方向で考えていると思うんですけれども、石炭を維持するソリューションについても一緒に考えていければというふうに思いました。そうですね、すでにポーランドでは事業を展開しているんですけど、さらに協業の可能性がいっぱいあるなというふうに思いました。変わりましたか？12年前にユーロサッカーの駐在で来たんですけど、その時ワルシャワに滞在して、ここの駅のあたり変わってないんですけれども、旧市街に向ける道にすごい綺麗になって、なんか滞在しやすい街になってるなとは思いました。で、水素とか、風力、こういった新しいエネルギーに対して、石炭を使わなくなるという前提において、真剣に取り組んでいるなというところは非常に面白かったですし、特に水素については、その本気の取り組みというのは新しい発見。